篠の津運河水門篠の津中央篠の津運河用水、通称篠の津運河は、北海道かばと郡月形町から、江別市にまたがる石狩川下流地域岸を潤す、農業用の用水路で、疎水百選に選ばれている。月形町の石狩川東市港から分水し、石狩郡新篠の津村、道郡東別町、江別市の四が、市町村を通る用水路で、 江別市中島地区の篠津運河水門を経て篠津川に合流し、石狩川に至る。明治期より、篠津運河計画に基づいて運河の掘削が始まる。1951年食料増産に向けた土地利用を畑とした国営館外排水事業として事業が始まる。1953年土地利用を畑から水田に変更した。 石狩川水域データンチ開発計画が提案された。1955年世界銀行の融資等を受けて、市の地域データンチ開発事業として本格的な整備が進められる。1970年事業完了その後、農業用水の需要増大への対応や施設の老朽化などから、1970年に着手した国営管外排水事業。 死の津中央に帰築により、石狩川投資港など全面改修を行う。現在は、北海道開発局、札幌開発建設部札幌北農業事務所死の津地域農業施設管理所の管理となっている。ありがとうございます。